での巨人については？強大なスタルカズと呼ばれていた。もし巨人がまとまって軍勢を率いようものなら、将軍はスタルカズになったろう。そのような意見は言うべきではなかったかろう。じゃがな、わしはオーディンの助言者として意見を述べた。それでもスタルカズを標的としたオーディンを解き伏せることはできなかった。じゃがトールでさえスタルカズに単身で挑むほどバカではなかった。その代わりアース神族はスタルカズを陥れる噂を広げて、あやつを恐ろしい怪物として世界中に知らせた。例えばエルフの女王を誘拐し、恥ずかしめを受けまいと自殺されたなどな。もちろん嘘じゃ。お前さんにはまだ早かったかな。最後には万神族やミズガルズの軍もスタルカズ討伐に参加した。スタルカズは囲まれ、膝から崩れ落ちるまで矢を浴びせられたのじゃ。巨人は降伏し、裁きで潔白を証明しようとした。トールはその隙にスタルカズの腕を一本もぎ取った。七本になった腕をもう一本、もう一本と満足するまでもぎ取ったのじゃ。六本の腕と多くの血を失い、スタルカズは戦場で散ったのじゃ。今でも後悔しておる。どうしようもなかったと思っていても、何かできたかもしれない。
おい、こっちだ。また会ったぞ。それはスリム、下の巨人の王。さよう、ずる賢い王者。これってミョルニル？トールの土を盗んだってこと？そうじゃ、一度はな。みんな最後はトールに殺されてる。ひどいじゃろう。じゃが一体誰がテュールの火鉢に書いたんじゃ。ミル、トールの土を盗んだ巨人の話を聞かせて。はあ、いいじゃろう。お友達のフレイヤも登場するが、彼女にとっては苦い思い出じゃろうな。巨人の名はスリムという。やつはトールが寝てる間にミョルニルを盗む程度には狡猾じゃった。じゃが残念なことにあまり頭は良くなくての。話は後回しにしようかの。名前だ、ヒルダル。まるでバルキュリアを追悼しているように見えるが。
話の途中じゃったような。狡猾な巨人の王スリムはトールが眠る間にミョルニルを盗んだ。最強の巨人殺しから盗み出した最強の武器をフレイヤとの結婚を条件にアース神族に返すことを申し出たんじゃ。すでにフレイヤはオーディンと結婚していたが、オーディンは彼女より酒を選ぶくらい情が薄かったんじゃ。そこで奴はスリムを利用した。スリムの宮殿はヨトンヘイムにあったが、場所は巨人しか知らんかった。結婚式を挙げるにはフレイヤをそこへ案内する必要がある。そうじゃの、話はまた今度。話したかね、そうじゃ、スリムはフレイヤと結婚できればトールから盗んだ土を返すとし、オーディンに絶好の機会を与えたんじゃ。そうじゃの、話はまた今度。愛着のある者が作ったようじゃ。誰じゃろう、女王じゃろうか。スリムはフレイヤと結婚できればトールから盗んだ土を返すとし、オーディンに絶好の機会を与えたんじゃ。そこでオーディンはトールにフレイヤの後をつけてヨトンヘイムへ侵入させたんじゃ。フレイヤの聖女術で姿を隠してな。花嫁に土が怒られようとした瞬間、トールが姿を現した。ミョルニルを取り返し、一瞬にしてスリムの頭蓋骨を粉砕したんじゃ。そして巨人たちの大虐殺が始まった。惨劇を繰り広げるトールを止めたのは心を痛めたフレイヤじゃ。そうじゃの、話はまた今度。
アトレウス、ついてこい。